おはようございます。パンちゃんも甘えに来て嬉しいです。パンちゃん。パンちゃんいいかね。うん。パンちゃん。パンは可愛い。うんって言った。はい。撫でられるとなんかシュリシュリしたくなっちゃう。パンちゃんお腹。パンちゃん。はい。シュリシュリしたいポンちゃん。ポンちゃん。すげえ音がしちゃったよ。ポンちゃん。はい。ちょっとカメラを持っててみてください。あ、持ち上げようと思ったの。ポリポリ。出た、ポリポリ攻撃。ポンちゃん楽しい。ポンちゃん。ポンちゃんあれ大好きだね、この冷たいにね。はい、ポンちゃん。さあ、ジャンプ。はい、どんどん上行きます。おお、高い。ポンちゃんめっちゃ高い。面白い。このままこの上に行こうか。おお、すごいねポンちゃん。ポンちゃん。はい。おお。よいしょ。ポンちゃん。かわいい。ポンちゃんかっこいいね。からのジャン。はい、ジャンくん。ジャン君も今度持ち上げようね。ジャン君持ち上がってる時どうする？一緒に持ち上がる？ジャン君お外に出るね。なんか今日はお天気があんまりよろしくないね。雨は降ってないね。開ける。朝顔さんがすっかり上まで来たね。ジャン君の朝顔。ジャン君。さあ、朝ごはんにしましょう。はい、かわいい。今日は窓を開けて、風通しをしています。気温は何度だい？見えるかな？あ、裸眼で見えない。よいしょ。24.7。ああ、いいね。涼しいとこのような感じですね。このスイカのベッド、これちょっと夏っぽいので、そろそろ何か別のものにねしましょうからね。でもここが良さそうなのかな。材質的にはちょうどこれがいいのかもしれないですね。2人でこうやって入るにはね。はい、仲良しでした。お二人さん。なんか土砂降りの音がしてきました。今夜8時を過ぎたとこです。ワンちゃん見に来ました。なんか見える？さっきちょっと雷も鳴ってたね。はい。見えた？はい、ポンちゃん。はい、ここに挟まれてみましょう。あ、いい感じに挟まれましたね。こんちゃんもなんとなくこれが落ち着くようになってきたね。うん、普通になったね。ぽんちゃん。普通のことになったね、ぽんちゃん。ジャン君はここよ。ちょっと暗いけど。挟まってるね、ジャン君。うん、ベッドと熊に。ぬいぐるみ、テディベアくん挟まれてます、うん、なんか変な兄弟になってきてるね。挟まれ好き兄弟、かわいいね。よいしょ、はい、ぴっちり挟んだよ。全然逃げないね。うん、いいね、ぽんちゃん。ぽんちゃんじゃん、足の間好きなの？こうゆっくりチョキさんの動画のナレーションをやらなきゃ。